乾杯。はい、ということで完成しました。今日はですね、アジの南蛮漬け作ってみましたんで、早速飲んでいこうと思います。そして今日飲んでいくお酒はこちら、腰の乾杯別選。では乾杯。あー、うまいっすね。先日ですね、コメント欄にコメントいただきまして、おすすめの冷酒があればっていう風にコメントをいただいたんですけども、コメントいつもありがとうございます皆さん。まあ僕のおすすめの一本ということで、いわゆる淡麗辛口の、まあ代表格というか、というもので、結構メジャーな銘柄なんですけど、まあ新潟のお酒で、まあ後味がやっぱりいいっていうのがまず一番ありまして、で、香りもそこまで高くはないんですけども、でもやっぱりね、独特のこの腰の乾杯にしかないような香りっていうのが僕は結構感じることができて、すっきりした味わいなので、料理にも合うというね、まあ、食中酒にぴったりという感じで、まあ、かなりメジャーなお酒ではあるんですけど、僕の冷酒のおすすめ、まあ、その1ということで、腰の乾杯別選。では早速いただいていきたいと思います。うん、あー、いいですね。日本酒には魚が合いますね。このアジの南蛮漬けっていうのは本当に日本酒に合うベスト3に入るんじゃないかっていうぐらい僕は結構好きですね。今日ね、3時間ぐらいしか漬けてないんですけど、それでも結構ね、味がしっかり入ってていい感じに使ってますね。やっぱ酢のね、さっぱり感がいいですね。暑い時にはこのよく冷えた南蛮漬けとよく冷えた冷酒でね、一杯やるともう最高ですね。やっぱりね、夏になると南蛮漬けって結構作る頻度が増えてきますね。この野菜のしゃっきり感もちょうどいいですね。そしてですね、今日は南蛮漬けの他に、ナスの田楽と、で、前回も作ったアボカドとトマトとクリームチーズを塩昆布で和えたものですね。ちょっとね、ナスの田楽をいただきます。今日ナスが、米ナスがスーパーで安かったんで、あ、ちょうどいいなと思って作ってみました。あ、もう柔らかくて箸ですっと切れますね。うん、これはたまらないですね。やっぱだんだんね、こう年を重ねてくると、こういう南蛮漬けだったり、こういうナスの田楽だったり、ああいうものが本当に美味しく感じられてくるんですよね。20前半の頃はね、まだ、なんだろう、唐揚げとか、ステーキとか、焼肉とか、ああいうものがね、美味しいなって思ってたんですけど、本当にこういう、酸っぱいあっさりしたものとか、あともう冷ややっこ、もう冷ややっこだけでお酒いけちゃうみたいな。なんかね、不思議とやっぱそうなってきますよね。いや、この茄子の田楽は本当美味しいな。まあ、ちなみに茄子の田楽というと、赤味噌を使うんですけど、僕はお味噌汁が白味噌派なので、
白味噌を使ってます。家に赤味噌がないんで。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画を見て少しでも美味しそう、お酒が飲みたい、アジの南蛮漬けが食べたい思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではお酒は楽しく、飲みすぎにはご注意を。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。